なあ、二人とも、ちょっと休憩しないか？喉がすごく渇いてさ。おい、二人とも、なんで無反応なんだよ。すみません、少々考え事を。私は別に、何でもない。様子がおかしい。何か気に病んでることでもあるのか。そっか。じゃあもう一度言うよ。喉が渇いたし、ちょっと水分補給して休憩しないか。喉が渇いたというのには同意です。近くの川で水を汲みに行きますか？そうだな。じゃあ俺が行ってくるから、二人はここで待っててくれ。重いだろう。お前一人で行くのは進めない。そうです、私が共に行きます。アリス様にご足労いただくのは申し訳ありませんし、私とキリトで行きます。うん、アリスはさっきも村に行ってくれたし、疲れてるだろ。いえ、私は平気です。メディナ殿こそ疲れているように思えますし、ここで待機した方が良いのでは？いえ、そんなことはありません。なんか二人ともお互いを気遣うがゆえに、言葉が尖ってきているような気がするのは気のせいか。ではキリトに決めてもらうとしましょう。どちらと水を汲みに行くか。俺？お前だ。なんでこんな状況にばかりなるのか謎だけど、さっき二人とも何かを考えている様子だった。本音を言うと、どちらのことも少し心配だ。でも三人で行くっていうのも変だしな。それじゃあ。じゃあアリス、一緒に行こうか。わかりました、キリト。ではここで待機している。なあアリス、どうしたんだよ。どうしたとは？さっきの考え事だよ。そうですね、考え込むなど私らしくもない。それでも気になったから考えたんだろ。さっきの村で何かあったのか？人界で生きる全ての人々を守護する、それが我ら聖号騎士に与えられた義務です。その中には、先ほどのような平民を見捨て職務を怠慢する近衛兵も含まれる。そして私は結果的にあの近衛兵を助け、彼が見捨てた少女のことは助けられませんでした。どういうことだ？村に向かい、彼女の足を神聖術で治癒しようとしましたが、治せなかったのです。そんな、アリスの神聖術でも？はい、どうやら一度受けた恐怖から、彼女の真意には歩けないという意識が植え付けられてしまったようです。私は不甲斐ない思いでいっぱいです。仕方がないよ。誰もこの衛兵があんな職務放棄をしていただなんて知らなかった。それに真意が問題なら、カーディナルにもまた相談してみようぜ。何かいい方法があるかもしれない。ええ、そうですね、キリト。私たち聖号騎士は一体何のために戦うのでしょうか？アリス、最高司祭様の命にただ従っていた頃は、私たちが戦うのはこの人界全ての民を守るためであると考えていました。ですが、あのように人の命をないがしろにする貴族まで守る必要が果たしてあるのでしょうか？お前はロニエやティーゼを恥ずかしめようとした彼らと戦い、その手を血に汚した。あの時の私はお前が理解できなかった。なぜ法に背き人を殺めたのかと。でも封印が解けた今は、お前とユージをのしたことの意味がわかる。だからこそ私は知るべきです、なぜ自分が騎士として人界を守るのか。その理由を、その答えが出せないままでは、私は人形のまま
最高司祭様によって作られた人格であるという事実から抜け出せぬままだと思います。俺もどう言っていいかわからないけど、アリスは…なんだ？メディナ殿がいた場所から聞こえました。急いで戻るぞ、アリス！メディナ、大丈夫か？もちろんだ。だが相手は手強い。アリス様もキリトも、どうか気をつけて。倒せたな。キリト、この魔獣何やら妙でした。妙って？体に小さな傷がついていた。そうでしょう。メディナ殿も気づきましたか？本当だ。剣の切り傷じゃない、尖ったもので引っかいたみたいな小さな傷。それでいてとても傷は浅い。まるで子供の力。ではこの近くに子供たちがいる可能性があると？ああ、そのようだな。では急ぐ必要があります。魔獣の巣を追っていった私たちは幼い三人の冒険者に遭遇。襲われていた彼らを助けることとなった。その後不測の事態が発生してしまったものの、彼らの保護を近隣の村に頼み、再びルーリットの村を目指したのだった。お願い、止まって！はい、救世主様。まさか接触で意識が変わってしまっている。いくら緊急事態とはいえ、それはやりすぎではないですか？彼女はまだ子供です。
自分の意志もほとんどなく、あなたの力がどのようなものかも分かっていない。そんな子供を。アリス様は人命と大義、どちらが大切なのですか？救世主様は救世主様じゃない。みんな何言ってるの？すみません。そうか。無理だ。あれ？ん？そうだ。うお！それで？ああ。いいな。だけど。行くぞ！
消える。すごいぞ。嬉しいよ。いいぜ。ん？もしかしてあのな。はあ、だけど引き受けるよ。ありがとうね。なるほど。